二番ホーム脇に、下、山千鳥ちゃんが立つ下山駅は、高知県秋重山にある、土佐黒潮鉄道五面、那覇線の駅である。駅番号は、GN25。交換設備を備えた、相対式二面二線のホームを持つ、駅員無配置の森土駅である。一番線を、上下主本線、二番線を、上下深本線とした一線スルーとなっており、 設備も両方向の入線、発車が想定されているが、すべての定期列車が停車するため、ホームは方向別に使い分けられている。駅が山沿いにあるため、ホームまでの階段がやや長め。駅南方にはビニールハウス群が広がっており、その先には国道55号を挟んで太平洋に至る。国道55号に出て西に徒歩10分程度で大仙岬。 大仙岬崎周辺には飲食店や道の駅大仙がある。また、大仙岬崎で国道から山側に登る道を行くと、はるかに水平線が見渡せる、長望抜群の喫茶店がある。名称は、下、山千鳥ちゃん。大仙岬崎にある、秋市出身の作曲家、広田龍太郎作曲の同様、浜千鳥の曲碑にちなんでいる。青い浴衣を着ており、頭に鳥が乗っている。 なお、このキャラクターのモニュメントは2番ホーム上あ横に設置されている。ありがとうございます。